居酒屋リンのハロハロチャンネル <laughs> すげーぶらせるはい土曜日十四時になりましたので居酒屋リンのハロハロチャンネル始まーるよー聞いてない聞いてない <laughs> そう最近やってなかったから最近というか笹は今日はダメなんでちょっともうもうダメ何がダメなの胃が <laughs> 胃がもたれ続けてる昨日ね珍しくあのー、いっぱい飲んだそういっぱいささ飲んで嵐の日に飲み歩きした最初から最後まで <laughs> あ最初から最後までじゃないか最初はレモンサワーだったね多分10杯ぐらい飲んでて、うん、そんな飲んでないんだよでその後いや飲んで気づいてないだけだけよ気づいてないだけだけよじゃなくて <laughs> 気づいてないだけよ だだけだけねうん、うん、めっちゃな私はあの車の運転があったからソフトドリンクだったんですけどだから最初から最後までシラフだからあの隣でねあの数えてたわけじゃないけど数えてたの怖っあの <laughs> レモンサワーってなんかレモンサワーじゃないのあれなんか凍ってたやつそうあの最初に氷結みたいな氷 うん、固まってる冷凍のレモンサワー。レ,レモンサ、ね、みたいの飲んでたから、そこになんか継ぎ足し継ぎ足しでやっているから、あんまり。違う、違う。気づい、な生絞りレモンサワーが飲みたかった。あ、そう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 。ご褒美に生絞ろうと思ったあの、面白かったよね。<laughs> あの。びっくりした。<や>そういうことあるんだみたいな感じだったんですけど。生絞りレモンサワーなくて、うん、グレープフルーツサワーだったの。そ生絞,生絞りレモンサワーはなくて。 うん、生絞りグレープフルーツサワーがあって凍ってるレモンサワーがあるんですよレモンどこやってんのっていう,う <laughs> ちっちゃいから絞れませんって言われたけどでっかいんだよカットがそう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 で全部凍らせちゃってますって言われて、うん、いやいやいや搾ってよそれと思って <laughs> そうそうそうね不思議だったねいやなん最初に来た冷凍レモンサワーはあれぶっちゃけただの中ハイや <laughs> そそうそう、だから溶けてないからねただの氷でしかないから何の味もなくて、うん、しかも昨日のより寒いじゃん溶けないの一生 <laughs> 一生溶けないレモンがいてそうただのーハイでしたっていう話ね、うん、最初の3倍ぐらいね、うん、頭痛い <laughs> っていうだから今日はもう何事もやる気がなさすぎて、うん、見ても髪の毛の一本一本が訴えてるでしょやる気ないですって、うん、多分分かんないよこの距離 だらんとしてるの、うん、髪の毛があとほらこ,こっちの目こっちの目もやる気ない右こっちそう右目はね、あのー、さっあさあ,あれなんだよねちょっと最近まあその新しいお店カフェオアバーを開くのに自分たちでちょっと DIY をしてるんですけどあのー、何ガラスウールっていう素材があってそう断熱材に そそうそううこれですすねあのインスタありがとうございますあの断熱材っていうのがだいあの壁の中だったり建物ってあの屋根とかに入ってるんですけどあのまあなんせね古いビルだからあの断熱材とかも、まあ、壁剥がすと出てくるんですけどまあ断熱材も古いんですよ。で今の断熱材ってあのそう中のねそのガラスウールっていうガラスでできてる綿みたいのがあるんですけど。 ただだの綿じゃないんだよねあれ綿みたいな食感食感っていうかあのガラスが入ってるそうそうそうでそれを、あのー、昔のやつってむき出しになっていて何のビニールとかにも包まれてないからそれを屋根から下ろす時だったり壁から剥がす時にまあどうしてもそのガラスのまあ目に見えないですけどガラスのチップが多分体中に刺さるん <laughs> ですけどね。<laughs> あのー 私はその、まあ、前々回、笹と一緒に解体をやってたはまは、まあ、私もね、手やら、顔やら、首元,ね、首元やら、もう体中に刺さって、まあ、それがちょっと痛がゆいんですよね。まあ、チクチクする感じ、もう刺さってる感じなんですけど、細かい粒子が。でも、笹は前回あのでんな何、何やってたあれまあなんかいろいろ作業するのに手袋をつけて、手袋つてたんだけど、うん、手,袋け手袋にガラスルつててがついてるんですよ。もう ででそれ笹、ね、はちょっと顔をこする癖があるからその忘れててねその手袋にガラスウールがついてることを忘れてて顔をこすったり髪の毛多分触ったりする勢いで多分顔に触ってるんですよ、ね、その手袋で。こう,こうやって、えー、そ<う>そ汗かくとこうにあるやんで顔パンパンみたいな <laughs> そうここ腫れちゃって、うん、ここ12週間ぐらいね腫<う>れちゃって。うんま まああれよねちょっと安いダーマペンみたいな感じですよ。<う>はい、でねこれがあのなぜかねあのそのそガラスウールが取れてあの完全にそのいちくちくが治るとささめっちゃ肌綺麗になるんですよ。だからもうこれはダーマペン効果だと思いいうですよ。ね、う傷つけて。もう成形してるんだよね<う>常に。この間にあの 安い化粧水だけど安い化粧水めっちゃ塗るの三重塗りとかするんだけどこのね傷の間に入れ込むみたいな普段入っていかないところに入って入れていくっていうやっぱダーマペン効果よこれは自然のダーマペンナチュラルダーマペンをやってるみたいな自然とねダーマペンめっちゃ高いからそう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 できないから芸能人の方とかやってる方多いですてる。肌きれいにするためにねめっちゃきれいになるんだったねダーマペン人それぞれの効果あるんだろうけど はいだからあと3日ぐらいしたら朝さは肌が綺麗になるんじゃないかなダメなんよでも今はでも画面越しじゃわかんないねその肌の、うん、今日はもう何もかもかが惰性なんですよ <laughs> 今日は今日実はね喋るテーマも何も決まってなくて久しぶりの二人すぎてもうテンパってるでしょ<の>そうそうそうだってコロナ対策忘れてるもんいや忘れてない今 <laughs> オープニングトークだからそうなの <laughs> <laughs> そう もうあれでしょ忘れたでしょやり方うん覚えてるよちゃんと <laughs> だってこれ続けてはや何年経ってると思ってるの <laughs> 三十年ぐらい。ええ <laughs>、うん、アズリーフムなかったでしょ。あったあった。じゃあそろそろね皆さんの要望が多いと思うんでコロナ対策やっていきたいと思います。こ <laughs>、はい、ご要望にお答えしないとコロナ対策。そう,そう,そうはい鳥谷アズリーフェムコロナ対策についてやっていきまーす。ーこれ一番え盛り上がりの。り上がり。<laughs> こっからは落ちていくだけなんだから。<laughs> エンジャースタッフの検温を行っております。はい。 忘れてないのギリギリ <laughs> 換気50分に1回行っております番組入れ替え時スタジオ内すべて消毒しています鳥越アズリ FM のスタジオは窓があります緊急車両のサイレン台東区の緊急放送がマイクに入りお聞き苦しい点があるとは思いますがご理解くださいということでね体調対策、はい、きちんとやっておりますのではい、はい コロナ対策っていうかもうコロナとかなんか最近あんまりニュースでも見なくなっちゃったねでもコロナ対策というよりかは安全対策だよね、うん、もう当たり前の世界になってきたし、うん、まあなんだかんだねまあ何事もね、うんまあ、うちらもそうだけど<う>衛生とか安全とかって大事ですから安全安心、うん、<laughs> これ大好きな言葉ねみんなのそうなのはいこちら 番組応援の会会員募集中でーすその言い方も変わらないね <laughs> 2> ここ2年ぐらいうんさあ春子さんでしょそう春子さん知ってるかなルコさん知ってる人しか知ら派遣の品格って知ってまる人ね皆さんね。そうそこでってるの、ハ春子さん何でもできるねそ<う>派遣社員が そのの<か>る時のマネレッスン、はい、誰かね気づいてほしくてずっとやってるんだけど <laughs> 誰も気づいてくれない鳥越アズーリ FM のこの番組が好きこれはまあうちの番組でしょうねきっとそうだってたまにイントネーション変になる時あるよねあ半分外人なんで許してください <laughs> はいはい鳥越アズーリ FM のってすごいなんか <laughs> え変だっ変 <laughs> なんか山あり谷ありみたいななんか <laughs> あ山あり谷ありじゃないとつまらないのでねそうだねはい もうどこまで読んだか忘れちゃったよ。鳥越がずり F M のまでだよ。のこの番組が好きという方に朗報でーす。<laughs> うちの番組でしょうねきっとみんなが好きなの。そうだね。はい、みんな好きだと思う。はい、はい。居酒屋林のハロハロチャンネルの番組応援の会に入会することで <laughs>。はるこさん出てきたんだけど <laughs> <laughs> は。はるこさん出てきた。はいこちらはるこさん。私に <laughs> そっくり。はい。<laughs> スタッフルームからの見学やテレビ電話出演などあなたも番組参加す。 することができまーすま詳しくはホームページよりはるさん噛まないよ絶対にあきこさんなんでね私は <laughs> <laughs> こうだけです一緒なの確かにで,でもはるとあきだねはい居酒、はい、やりのハロハロチャンネルの会員募集しております。はい。えっとまあホームページから詳しくは載っているので、はい えっと、基本的にはスタッフルームからの見学やテレビ電話出演などあなたもで書いてありますが居酒屋のはロはロチャンネルはまあこの真ん中に座っていただいて、はい、あのあの厳正な審査があるんでしょ厳正な審審査査がございますす、うん、これも審査を通すのに、まあ 36営業日ぐらい待っていただく必要があるんですけども、うん、<laughs> あのそれ何、はい、とか営業日っていうやつすごい嫌いなやつだ3営業日のやつ営業日後に連絡しますとかすごい嫌いなんですけども、まあ、月1ぐらいしか営業していないのでねはい, <laughs> いや、まあ、めげずにぜひぜひ応募まあ殺到してるんだよね実はうん、うん、<laughs> 今のところ審査取ったの約1名なんですよそうなのはい 誰？小町局長のお父様でございます。あ何？会員になるにもあの審査があるのね。そう。すごいじゃん。意気込み。はいこちら。はい。番組への質問はこちらまで。はい今日も生放送今日も今日はうん今日もだよ。は？いつも録音してるみたいやん。いやあのまあ再放送多いからね。再放送多かったので今日から。 私たちはみたいないやっぱ繰り返しね同じ回を見てほしいっていう思いが強くてねえ <laughs> <laughs> いこちゃの生放送でやっておりますので、うん、番組への質問はぜひぜひ投げてください答えますはい<ー>なんか先週すごかったね先週はすごかったねあの野中さんいたから、うん、野中さん人気タレントみたいな感じだからね <laughs> 我々2人だとちょっと不安よねそうだね っていうことで、ファックスでね、結構でもいただくね。うん、あれはツイッター。あ、ツイッターか。ファックスってもういつの時代なん。あ間違えちゃった。<laughs> ツイッターをコピーしてくれてるのか。そう。うん。ファックスっていつの <laughs> もうラジオ、あのファックスっていつの時代だよって。そうそう、この前そのファックスの話もしててさ、急に変わったの方法。あの今の新社会人とかファックス知らないんだってファックスの存在。そうな、ね、の。あのペーパーレスじゃん。 今世の中が、うん、だからファックスって知らないんだってだからパソコンで PDF で送ったりとかあのー、パソコンでなんか送れるやんデータって、うん、だからそれ,それでそれ普通にプリントアウトしたり、うん、コピー機でプリントしたりするから、うん、もうあのファックス自体を知らないんだってそうなのそうだからびっくりしちゃっただからそのこの前不動産業界の社長さんとお話をしてた時に「あ多いねこういうのね」 うん、<laughs> ちょっと喋れなくなっちゃうからやめて。はい。<laughs> とファックス、結構あの不動産業界の方って、ファックスでのやり取りがやっぱり多いんだって。これ何。紙、紙業。<教師> <laughs> <laughs> ねえ、喋れない。<laughs> なんて言うんだっけ、うちらは飲食業じゃん。うん。これ水商売。あ、紙商売。長谷川。紙 <laughs> 商売。<laughs> うん。 っててうんですよ不動産業界って、うん、だから紙ありきの商売なんですけど、うん、だからファックス絶対ないとダメなんだって不動産屋さんって。えー、あのー、固定電話これ固定電話があって、うん、プラスファックスの機能がついてて協、うん、会とかからもファックスが、うん、あの来るのが普通なんだって。な,うん、なんだけどこれあれじゃん。 ご部分をねえ分かったもうそれ <laughs> その話しちゃうしないちょっと今日はコーヒーなしにできないんでどうぞどうぞ最近あのなんか結構変わったこととかファクスの話続き聞きたいからえっファックスもういいやだってなんかすごいもう <laughs> あの話すなってことなのかなファックスの話と思ったぐらいだから <laughs> ファックスの話はやめました え、でもさあのー、我々さちっちゃい時ってさファックスで結構やり取りしなかった友達とかと試験前とか特にあーしなーいあしなかった友達いなかったもんえ友達いなかったからファックスでやり取りする友達がいなかったあ<ー>あ五分んはってことは見てるな知ってるなやばいなあれ出されちゃったらあれの話しせざるを得ないけどいあえて いや、するよ私はだってもう大好きだからそうなのうんいやキングダムってさそう <laughs> なんであの子なんだろうね脇役 <laughs> <laughs> あのあれでしょあの奥さんだよねそうせーの奥さんじゃないよ身ごもった方だって一夫多妻制じゃなかったあの時代でも奥さんは奥さんじゃん違う唯一身ごもった方ですよ え、奥さんじゃないのだっていっぱいいるんだから奥さんでもせいは1人しかいないでしょ奥さんはいっぱいいるんだよそうなのそうだよえあの中にあのー、城の中にいる女性の方全員奥さんみたいな感じだよえそうなのそうだからあの、夜誰が呼ばれるかってやるわけよいやそれはわかるうんだから全員奥さんだけど身ごもったから奥さんでしょ性質ってやつでしょ性質ってやつなの あの、ちゃんとした奥さんと目かけがいるやん。うん。で、昔のさ、あの大名とか、なんつうの、あの、うん、日本もそうだけど、殿様ってさ。うん、性質と、だからちゃんと、その殿の、あのー。子供。でも関係ないじゃん。異母兄弟が多いじゃん。いや、異母兄弟が多いけど、性質の子供が大体王になるんだよ。そうなんだ。確か <laughs>。うん。 ちょっとねえじゃあさにせいもいっぱいいるのめかけいっ,い,い,いっぱいいるよえー、すごいなんかちょっとショックかもしれないこうちゃんでしょ今の確かそうそうこうちゃんそうこうちゃんが呼ばれる数最近多いよねって話してたよあじゃあいろんな子が呼ばれてるんだそうそうそうそ,うその前にも日替わり日替わりですえー、ちょっとせいのこと少し嫌いになったかもしれない私一途だと思ってたででもせいってほら読んでも本読んでるだけだから まあ確かにねうん、うん、隣に座ってるだけでいいよってやっだたもんねああ最近ちょっとハマっちゃってるからねキングダムはいいですよねうんあのー、やっぱりなんだっす、あのー、トップに立つ人間のお話なんでやっぱり我々もねなんか経営者の方結構見てる方多いみたいなんですけどやっぱ組織をまとめる あのー、お話天下の大将軍、ね、そうそうそう天下の天下統一というか中国を統一するお話なのでやっぱりその王の面白いね、うん、王の話だったりやっぱ将軍の話だったりそので主人公がさ始まったキングダムのピーア r じゃじゃそうじゃ、はいであの主人公がさあのー、まあなんていうのすごい下の階級 うん、のとこからさ、まあ、100人称になって1000人称になってってこうどんどん上がっていくじゃん、うん、それが組織が大きくなって組織をまとめていくみたいなお話だったりさその将軍もさその目指してる人たちがすごいさあのー、何千人ってまとめてるわけじゃんでもさ何千人ってさあのー、ためになりますよって言ってるけどやっぱり5000人とか何万人ってまとめるって普通の会社で言ったら規模的にめちゃめちゃでかいよねうん 100とかでも多いなと思うのにさ、うん、我々はって感じになるね今思ったのか,かつてねささ、うん、に喧嘩売ってきたお客さんがいたのうん、うん、その時に居酒屋ありんで言われたことあるのがうん、うん、営業中う喧嘩売られたお客さんがいるんだけど、うん、たかだか数人の従業員で何をやろうとしてんのって言われたことあって。うんうん え何この人と思っちゃったんだけど、うん、でもまあお客さんだからそんな悪い態度には出さないじゃん、うん、あまあそうねうちは小さいからねなんて思ったから「たかだか数人」って言われるけど、うん、その「たかだか数人」って難しいんだよ、うん、すごくそうねうん難しいんだけどでも「たかだか」って使っちゃうんだって思って悲しくなるよねだから何だろうねその規模って、まあ、大きいあれだよね キングダム5条から始まるやん話がそうそうそう5人体からそう5条って5人の体勢のそう5人体勢で戦うそ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 う歩兵から始まるんだよねまだ一気に100人者に飛び級するんだけどそう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 1試合でねそうすごいよね5人をまとめるのも大変だしねで5から一気に100だからねしかも5条でもなかったからねシンはすごいなただのもう歩兵から いいやや難しいんだよ、うん、やっぱりってでもやっぱりさまあシーンを見てても思うけど気持ちの部分とあと素質の部分とあとあり方と見せ方とうんかなーって上に立つ人間はねあれは器よまあ器もあるね器<よ>やっぱりこの人についていきたいって思わず買うのかしら大きい器はかっぱ橋売ってる <laughs> ちかっぱ、ね、橋はあのー、大きい器もちっちゃい器も売ってるんですけど、うん、あの物理的なものっていうかもう目に見える物質的なものになっちゃうんであ難しいねかっぱ橋もちょっと難しいですね賢者の医者を探すのと同じぐらい難しいね,そうね大きい器っていうのは、うん、なかなかないよささのこんぐらいしかないから。<laughs> でもあれなんじゃないやっぱいろんな経験だったり人との出会いだったりとかでそういうのってこう大きくなったり磨かれていったりするんじゃないそうなの、うん、そうなのっていうか分かんないよわかんない答えなのか正確な答えなのかわ分かんないけどなんか徐々にそういうのって磨かれていくんかなとは思うけどね <laughs> まとめてないんだよ <laughs> まと何<め> <laughs> かあの講演会でもないし。 今聞き入っちゃったそうなんさす、うん、<laughs> が先輩と思ってそう先輩なんですよ実は私ささ <laughs> の皆さんお忘れかと思いますがそう実はね8個も年が違うんですよ、ね、最近ささのが年上って言われるから悲しいわそんなに老けたかなう,うーん多分社長の貫禄が出てきたんじゃないかな強さといらんかなんかさあのー、昨日もねある人に出会って思ったけど見た目で やっぱりその人の貫禄とかその人の持ってるオーラっていうのってすごく感じるなーって昨日も思ったんだけど笹、うん、はそれが多分この2年間ぐらいで店長あうそ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 うあずりさんよくご存知のあの初めて昨日私たちは初対面でお会いしたんですけどトリビアンの店長あさ <laughs> 草橋にあるね、あの居酒屋さん そう我々のお店で水曜日番組やってるそうそう居酒屋リの裏側にあるあの昨日はあの締めにトリビアン行ったんですよそしたら店長いてめっちゃ「ワイワイワイ」ってなったんですよっていうお話をしててまあノリのいい方ですごく気さくな方ですごい人だよねめちゃめちゃあのお話楽しくさせていただいたんですけどめっちゃいい匂いしてたん匂いとかあんまり関係ないと思うんだけどさ 別れ <laughs> 際に「またね」ってハグしたらあのめっちゃいい匂いしてたからおかわりハグしといたでも意外とさあれだよね、うん、あの結構イケ,イケイケの社長さんとか経営者とかっていい匂いするよね大体、うん、いやいい匂いしてたから匂いから入らないといけないねこれは <laughs> まあでも近だ、ね、人と近づくやっぱタイミングってすごい多いから。うん まあいい匂いさせとこうねうちらもねうん今の,の <laughs> 決意表明 <laughs> そうだからなんかそのトリビアの方と出会った時もそうですけどやっぱこうその上に立つものの自覚とさ、うん、なんかこう貫禄となんかかっこいいこと言ってるの今そうあとなんて言うんだろうあの背負ってるもののでかさが見えるっていうのかななんかすごい将軍みたいなこと言ってるよね今。 いやいや本当にそう思ったのよここここって挟んでもいそれささでしょここここあ <laughs> ねキングダムの話に戻るけど戻るんかいそう、うん、終わらせようとしてたよやん <laughs> <laughs> キングダムのあのアニメはもちろん面白いんだけど映画ブンくしゃみ出た <laughs> がっつりや今のその映画のあの私の大好きなキャラクターを大沢隆夫さんが 演じてるんだけどめちゃくちゃ似てて声が声似てるねかっこよすぎてで多分役作りのために多分相当太ってるのかなと思うし多分相当鍛えてると思うだって大沢サーでってどちらかというと細身のイメージじゃなかったそうだったでも大き将軍っていうのそのキングダムのねアニメの大き将軍っていうのがすごいこう体が大きくてこれキングダムねあのこうごついんですよだから多分顔もさ二回りぐらいでかいもんね。 うん、普段のおさわた、ね。まあ、でもメイクもあるんだろうけど、うん、いやでもめっちゃかっこいいよおさわた顔が。<laughs> こうこうこうしてる。命をたぎらせ生きろだって。ああいう文章もさ、なんかいいよね。なんか何何何何何を <laughs>。いやなんかさ、文字とか文章とかってさ、短くて伝わるものってすごくあるじゃん。うん ああいうの、どこ行ったの、今どこ行ったの、突然、文章ってどこ行ったの。いや、なんか、あの、ああいうの見てて、パッてね、やっぱ、い、い、印象。が、こう、パッてくるね、文章ってほら、き、いるよ。ああ、大沢たかお、さん。会いたい。ね、たぶん。ね、どうやったら、大沢たかおさんに会える。ちょっと、会いたい。d M. とか送ってみたら。大沢たかおさんに。 めっちゃ会いたい、うん、めっちゃ会いたいですめっちゃ会いたいですって毎日送ってみたら会えるかもしれないよ、うん、もしかして会いたいって毎日送ったらブロックされるかもしれんやん私はねあのアニメで言ったらねあの大沢たかおの隣にいるにゲストに呼びましょう呼んでくれるの <noise> なんでやねん大沢たかおさんの隣にいる要潤がやってるトーっていうキャラクター、うんあの 何だっけ王騎将軍の右腕の<近>うん右一番こう何て言うのいつも近くにいる、うん、あの塔っていう役柄がね私はアニメの中では好きなんですけどね私なんかどちらかというとなんか主人公じゃないんですね好きになるのがいつもそうなんですけど大体右腕とかなんかピンチヒッターみたいな。 なんかピンチの時に助けるヒーローみたいな人が意外と好きになっちゃって、うん、ササはもうザ主人公が大体好きになるんですけど、ね、久しぶりだね窓の外見てるササ <laughs> <laughs> 皆さんこの画角 <laughs> 久しぶりじゃないですか<や>あのこれね2人じゃないとやらないんですよあの気が抜けてる証拠ですコーヒーヒ飲みながら窓辺に、うん、<laughs> カフェかここは <laughs> カフェといえばああトウがいるトウだよねあれトウだねうトウ大好きなんだよな超面白いんだよねトウいやギンデナムはねギャグセンスも高いからあとはやっぱりなんかこう最近のアニメって考えさせられること多いですよね深いんですよ話が変出も演出です変出ってもうに。 あかんようん <laughs> で演出もそうだしなんかね深いんだけども笹、うん、は「キングダム」でどういうことをこう感じたの、うん、見てて私結構バーって喋ったけどさっき「うん、キングダム」見てて何をこう感じたりするのいや500年も続く戦争の物語なんだけど、うん、そうそれもすごいよね500年って人生何回分だろうと思った時に まあ、ね、80年だとして今で80年だとしてまあ7とかねでしょ6とかねだよだからもう受け継がれてるよね完全に死ぬじゃん、うん、絶対死ぬじゃん戦争が多いわけだから、うん、で将軍とかも死ぬじゃんでそのなんかこう恨みとかでこう燃えたぎったものでまたこう幸福、うん、なんつうの つながっていくんだけ、ねね、なんか誰かが誰かを殺す生きるために殺すっていうのが当たり前な時代じゃない、うん、今じゃもう全然考えられないじゃん。うんうん、だから いいやその時代に生きててる人たちってすごいなって思うしかもあのやっぱ今の日本とかにはない感覚だなってちょっとね我々の感覚にはないなと思うのがやっっぱみんな国のために戦ってるよね最近めっちゃその話するね。うん、あのこの国のためにた、うん、戦って国のためにこう自分たちの国をやっぱ盛り上げるためだったり、うん、<う>国精神そう盛り立てるためだったり。うん だからそのトップに立ってる人間のことももちろん崇拝のような形でこあがめたてまつるっていうんじゃないけど、まあ、この人のためだったら戦うっていうのもそうだし、うん、なんか会社やっててもそうだけどなんかこう強い思いっていうのをさ、うん、こうやっぱ下の人たちから見てて感じるじゃんキングダムって感じるなんかこの人たちに支えられてるんだなっていうのがすごいわかると思うし、うんうん、で組織じゃん。うん 5, 5章から始まってさ、うん、その100とか1,000とか5,000とかってなっていくけど、うん、それを束ねてる人がいてでさらに一番上に将軍がいるわけじゃん大将軍がいるわけじゃん、うん、でさらにその上に王がいるわけじゃん、うん、でみんなその王のためだったり将軍のためだったり国のためには戦ってんだよねうん、うん、だからなかなか今はちょっと生きててそういう感覚が。 特にない時代ではあるね、うん、日本人はないのかなと思うし、うん、あんまりないかもしれないまああるはあるんじゃないかな人それぞれだなと思うけど、うん、なんか情熱のそうだねでというかそうじゃなきゃ500年も続かないよねそんななんかこうい戦い毎日戦いに明け暮れてるわけじゃないでもさすごいのがさそれでじ人類がなくならないっていうのがすごいよねうーん。 それだけたくさん戦ってたくさんの人が死ぬのに500、うん、年続くってことはずっとなんか生まれ続けてるってことでしょまあ勝ってる国もあるからね、うん、でなくなってる国ももちろんあるわけじゃん、うん、で、まあ、統合されて一つになってしまった国もあるだろうし、うん、それでもだよね、うん、いやすごいよ な日本はちょっと今は何アンチ日本なのややめめててててももららっっいいいアンチ日本んじゃなくてなんか日本にいてさそういう経験がないじゃんない戦争行ったことないでしょだってないだって戦争しないもんうんいや戦争したいって言ってるわけじゃないしだから日本にいたいんだもんいいけだから平和だねっていうのもすごい大事なことだよ その平和なことも大事なことなんだけど、うん、大事やっぱ駆り立てられる何かっていやでもさ怖くない何が戦争が戦争怖いよなんか知らない知んだから。世代じゃないもはやうん、うん、そのちょっと昔ってせ世界大戦うううんうん、うんとかいろいろ年ぐらい前の話ですけどそうそう,そう,そうたくさんいろんな時代があって今の時代があるわけじゃないなんかその時代に自分が生きてたらもう 恐怖の毎日でしょうそうだよいつさ来るかわかんないんだよわかんないじゃん、うん、だからすごいよって思うまあその時代の人はすごいよね守られてるよねやっぱり日本はまだねあの私のおじいちゃんの世代うもうなくなってますけど今生きてたらいくつぐらいの方う,ーんうちのおじいちゃん生きてたら90ぐらいなのかなあもうちょっと上か うん、95ぐらいかもしれないんですけどうん、うん、まあ戦争経験してるんですよやっぱりうーんだからまあでももう亡くなってるからでも90も超えてるから多分もう我々の世代ぐらいまでじゃないおじいちゃんが知ってるのが戦争を知ってる人が家族にいるのがそうねわかんない笹のおばあちゃんは80代だから。 笹のおばあちゃんたちは多分もう一世代下だよそうだよねうん、うん、ジェネレーションがもうちょっと下なのかもしれない、ねうん、だからもうね、うん、あの戦争を知ってる人たちがほぼほぼ生きてないですね多分もう日本はそろそろねうんだから平和ボケしちゃうよしちゃうねでもなんか思ない 戦争の話になったね怖い <laughs>。っていうまあその「キングダム」見てて思うけど <laughs>、うん、自分の身の回りにないことだから現実とはちょっと捉えきれない部分はあるかな。なんかフィリピンってどんな感じなの知ってるフィリピンのなんかそういう戦争の話とかあるの戦争の話はあ私は本当に申し訳ない話フィリピンのそういう歴史的背景ってあんま知らないからさ。あフィリピンは 国民がほらが強いからね、うん、熱い国ってそうなんだけど多分うこうガーってなる情熱,的な、ね、情熱的な人たちが多いからあとはまあなんて言うんだろう昔からよくマルコス家と秋野家の戦いがあるように、うん、国民がそこで2つに分かれたりとかであそれは何政党で分かれるのそう 政党というよりあれか人でで分分かかれれるのれるの人人に人がついてくるって感じなのかそう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 だからこういやちょっと日本とは違うねやっぱねでも小さい子から、うん、やっぱり政治に興味のある国だなと思うああ<ー>、うん、いや大事だよあとなんかあの制度がすごいなって思うのが多分日本もなかなかこの制度ないと思うんだけど、うん、まあ、町の町長さんがいるわけじゃんまあ 町内会とかってあるわけよね日本で言うと、うん、それの大人たちがやってるのは当たり前なわけじゃん,うん、うん、子供たちバージョンがね、うん、アンダー15みたいな、うん、で15以下の子供たちを束ねたりその子供たちのために子供たちが考える政権があるのよすごいねそうでそこのリーダーになれる子は給料も出るのよへえー、ちゃんと なんかそういう風にするとさ小さい頃から政治に興味を持つだろうしうもちろん国にある国のやってることに対して目がいくだろうしそうだしなんか自分たちのために、うん、あの政策予算だったり予算を組み立てたりっていうのを子供のうちから請求できるんだっていうのがあるから、まあ、子供が子供のための,あの政治をしているイメージかなっていうのがあってなんかそういうこともあるせいなのかやっぱちっちゃい子から。 政治に興味はあるみたいねでなんか走るしやっぱ何走るってのあの車でこうスピーチしながらがなんて言うんだろう選挙活動もするのよ子供たちででそこに投票できるのも子供たちだけってのあってへえ<ー>んか8歳じゃないか9歳から何歳までとかの間でやって投票でそれで何子供たちが あのー、そういうのに例えば投票して、うん、そのーリーダーみたいのになった子は、うん、なんかちょっと優遇されるなんか政治家になるのいや政治家に走る子も多いけど、うん、ササのいいとこなったことあって<ー>ササもその頃ちょうどフィリピンにいて、うん、まあもう大人だったから大人の方の選挙参加したんだけどうん、うん、あのー、子供の方の選挙はまあその7人集団で活動するのよ。うん <で>1つのチームが7人ってことそうそうそう,そう、うん、7人ぐらいで、うん、リーダー1人いて6人部下を作れるわけよ、うん、で、まあ、6人の部下はリーダーが給料上げるか上げないかを決めるんだけどリーダーに給料がいくのよでいろいろこうまあなんつうんだろう町,、ま、町内会だから隣町の子とかといろいろミーティングをしたり、うん、でうちの町内会でこういうイベントやるとかうん、うん、こういう大会やるとかあとは子供たちのために あのノートを配るとかっていうのをやってそういう実績を残して給料が出るみたいなのねうん、うん、でそれをその自分の部下を作るっていうのは一人じゃできないわけだから何んん、うん、か何かをこうイベントを打つなりなんなりっていうのをみんなで働きかけてそこにちゃんと働いた子は給料もらえるみたいなえじゃあ何人1組で動いてるって言うけど、うん、それは何増やしてもいいわけ増やしても一緒にメンバー入れ替えてもいいただ揺るがないものがリーダー うんそうじゃあその組織が例えばちっちゃくてだ子供でそういう組織を作ってて、うん、なんかめちゃめちゃそういう素質があって、まあ、政治家になりたいと思ってやってる子もいたりするわけじゃない、うん、それはもう直属の蝶々が育てる、うん、へー、うん、そうなんだ、うん、いやーすごいいいことだと思うで直属の蝶々はもちろん子供たちがやっている政権にそんなに口出しはしちゃいけないけど、うん、あの なんて言うんだろう誘導じゃないけど、うん、こう、ある程度サポートはしてくれるわけよ、うん、だから相談しに行くのよ蝶々にこういうことやってみたいと思うんです、うん、その決済をするのが多分蝶々なんだろうな、うん、あんま詳しいことは分からんけどでその決済も含めてあの、要は市に今度は予算を申し込みに行くのが蝶々なわけやみたいな感じになってるんじゃないだからすごいなと思う、えー、そういうのはえささ々はそれ何やったことないのないだって日本にいたわけも。 義務教育受けてたあ15歳ぐらいからしかできないのか <laughs> 多分16までとか18までとかだと思うそれにもできるのがうん、うんうん、えー、面白いシステムだねでも<う>なんかだからそれをやるとあとは大学費が免除されるとかもあるらしいよへえー、日本もそういうのあったら面白そうなのにねあれじゃない似たような制度で消防団とかじゃない あー、うん、でも全然なんかあんまりなんて言うんだろう存在感というか何をやってるかは見,見えないし見えないけど笹の弟消防士になったけんその消防団入ってることの経験でなんかやっぱりアピールはできるみたいよあ<ー>その入るときとか面接のときとかにうん、うん、らしい。 えー、そう沈黙やめてもらっていいですかえ沈黙じゃない今考えたの <laughs> でもなんか国のことを考えたりさ政治のことに携わるのを小さい時からやるっていうのはなんかすごくいい経験だなぁとも思うしさな,、うん、なんか考える力もすごいつきそうじゃん、うん、見え方が違うんだろうねうんいやすごいようんどうしたの今迷子でしょ <laughs> 絶対今迷子でしょ今迷子じゃ迷子でしょ え、そろそろささが話すかなと思って。えー、何？わかんない。え、何を？え、なんか <laughs> ずっと私が喋ってたからさ。そんなことないよ。めっちゃ喋ってたよ <laughs> 今。いや、めっちゃ喋ってたよね。<laughs> ほら、もう何それもう、うん。確かにね、喋ってたね。あ、すぐ外見るんだよ。<laughs> 困ったらすぐ外見るんだよ。 じゃあちょっとね、うん、あの今日はだらだらと緩く会話をしましたが、うん、あの一応ここで告知をさせてください <laughs>、はい、何件かある360個くらいあるんだけどいいですかすごいじゃんだんでいくまん、ね、いやもう1秒1個でいくんで、うん、<laughs> まず1個目金銀 <laughs>、まあ、からいきますね10月の1616、うん、16だっけ日曜日はいこちらあずリプロレス,ス祭り、うん がありますでチケットの方はチケットピアであのー、お買い求めいただけますのでこれもオールスター祭ですねオールスター祭 <laughs> オーールスター祭です、うん、銀座スター祭みたいな感じになってるけど <laughs> あずり、ね、オールスター祭ですねなんかすごいですよね一日あれでしょもうはい1部と2部があるんだよねうん,うんなのであのー、ぜひぜひ新木場の方にこちら 見に来てくださいでその際ですね居酒屋林でキッチンカーやりますのであのー、ぜひぜひ居酒屋林の一日復活祭も含めてその日あのー、選手とのコラボ商品などやっていますので来てくださいで2つ目 <laughs> これいつももうアズーりとのコラボすぎるんだよねこちらね終わりでアズーり FM 開局いたしますはい名古屋の方ですね 名古屋で初のインターネット型テレビラジオやりますのでこちらもいろんな方々があの番,組番組を応募しているそうなのでぜひぜひ見てくださいそしてこちら開局記念としてあのこんなにいい惰性でやっている我々が本当に申し訳ない話なんですけど <laughs> あの応援に行かせていただくことになりましたのでぜひぜひそちらで「居酒屋里奈はるはるチャンネル」やりますのでまだ日程の方はね 詳細はままだだ決まってないんだよね時間帯がまだ決まってないこれも決まり次第発表いたしますのでぜひお願いしますなんかね、なんか初日に出るみたいな話だったから7日なんじゃないなのかな忘れちゃったうん、うんかなまあ名古屋に行ってきますわうん何、ね、<お>そんなあのまあ名古屋に行ってきますわ <laughs> 名古屋に行ってきますわなんかすごいもう大御所大御所 <laughs> 大御所って言っちゃった <laughs> 大御所みたいなこと言ってるけど <laughs> うん 名古屋って人生で2回目かなそうなのおめでとう2回名古屋って行ったことないんだよなあんまりある何をしゃいいやいやある名古屋あるやん何回かあるちょいちょいある名古屋城行ったりへえんか大阪行く時に通るなぐらいだよね名古屋ってそんぐらいかなうんんか手羽先 味噌カツのイメージが強い、うん、あとシャチホコかあ食べに行こうシャチホコうん味噌カツ。味噌カツねうんシャチカツ好きだもんなカツ好き昨日カツ食べすぎて今胃もたれちゃうね <laughs> 飲みすぎて胃もたれちゃうなん <laughs> やッう,うんですよねうん、うん、最近我々ちょっとねあそうですね、うん、あのー 2人とも最近何してんのっていう質問を結構いただきます <laughs> なんか街中ですごい合うんですよいろんな方にあの居酒屋林のお客さんがまあほぼなんですけどめっちゃ合うね最近まあちょっとあれかな生活リズムが変わったっていうのもあって会う確率も増えたのかもしれないけどそうね、うん、最近ささね5時半起き朝早いんですよ<う>今日もね あのいつもは鳥越アズーリの生放送直前にちょ到着するんですよ、うん、ギリギリなんですけど今日まあ早くもないんだよ本当は20分前ぐらいに到着したんですよそしたらめっちゃ褒められたびっくりしたね <laughs>、うん、ねお早いっつってでも最近はあの5時半に起きて多分朝7時ぐらいに蔵前ら辺を散歩してます、うんうん 暇もて余して散歩していますので今までにほ,ほぼほぼ食べたことない朝ごはんをちゃんと食べてますね最近そうだね朝ごはん食べて散歩して、うん、ソフトクリームミニストップで買って帰ってます、うん、<laughs> それをコーヒーフロートにするのが最近の趣味なんですけど、うん、<laughs> っていう優雅な朝を過ごしています、うん、はいでまあそんなほのぼのした話ではなくて、うん、<laughs> えっと 蔵前でオープンする木こりバーなんですけども、うん、これオープン日がなかなかね今定まらないんですよ結構ねいろいろごた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 してますねなんか我々がというよりはうんかあの 一応ねすごく古いビルなので工事する場所が多いんですよ。で、なんだかんだ大家さんとも話し合って、うん、あのトイレ工事とかいろいろ入るんですけどこちら業者さんがまあバラバラなんで <laughs> なかなかね、なんかこうここ数日で言うと嵐が来たり雨が降ったりすると<雨>なんかね、みんな雨だからできないって言うんですよ、ちょっとわからないんですけど <laughs> 室内で雨だからできないっていうのは、私は。うん、っていうのがあって、あのなかなか遅れてます、めちゃくちゃ。うん はい、で遅れているので、まあ、もしかしたら10月半ば後半ぐらいに入るのかな、オープンはっていうところになってきましたね、のんびりやっているんですけども、も <laughs>、はい、でもう一個、小口ていう形でなんですけども、も募集をしている案件があります、うん、えとビルに10日コンっていう看板があるんですけども、これ <laughs> <laughs>、はい、<laughs> もうね、ずっと募集してる、この大きい看板をこちらですね。 大きい看板を取り替えるお金が我々にはないので <laughs> ぜひ、あのあ<れ>この看板をそうクラウドファンディングみたいなそうわけじゃないけどもぜひ、この看板を取り替えたいなって思った方がいましたら <laughs> あの待ってます、うん、お問い合わせ待ってます。 なんか好きな看板にしていただいても大丈夫ですしああそう木こりじゃなくてもいいってことそう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 木こりじゃなくてもオッケーですしこの看板を取り替えたいなって思った方はいいねボタンとあこれは YouTube のそうねグッドボタンとグッドボタンといいねボタンを押していただいて高評価高評価グッドボタンはいでコメント欄にぜひお書きくださいあとインスタこちら出てるんでぜひフォローしてくださいインスタでの DM はあの が主に読んでます <laughs> ササは何かメッセージを読むのがあんまりないので、うん、まあたまに読んだら返してるんですけどうん、うん、なのでぜひぜひこちら取り替えたいと思う方ぜひねスポンサー待ってまーす <laughs> 結構あの「木こり」は直すとこ多いからね。 ただでも自分たちでなんていうのをやってるって前から言ってるんですけど今ちょっと壁をねちょっと新たにあのすっごい面倒くさいことをやろうとして壁の方向性がね一 <laughs>、うん、日に3回ぐらい変わるんですい。なので、ね、まあ出来上がりはすごく、うん、あの期待して頂い,いて是非、うん、見に来ていただければと思うんですけどあの。 いろんな、ね、案も出てくるしね、うん、で今あのターさんっていうあの私のね昔からの知り合いの方の旦那さんにちょっと、うん、あの結構手伝いに来てもらっていろんなアドバイスいただきつつ頑張ってやってるんですけどその方もすごいやっぱアイディアと案がすごく出てくるんでなんか我々も、まあ、初めてのことだからあこういう壁にしようかなとかこういう天井にしようかなとかっていう,、うん、こうイメージがあって。 こう進めようと思っていてもその方の案がこう出てくるとえそれもいいなとか、うん、あこういうのやってみたいなっていうのがまあ盛りだくさんに出てきてまあその中でもねできることとできないことってあるんでまあ、消去しつししつ,つ消去法で削りつつまあやってみようかっていうものをやったりしてるんですけど多分次やるその壁の新しい試みっていうのが多分結構ね あのハード,ハードだ、ね、なところになってきて、ね、DIY の境地るかに超えてくるよね <laughs> そうですねあの YouTube でも、まあ、結構上がったりはしてますけど <laughs> DIY 動画って、うん、あのただ木を張るだけとか平面にね木を張るだけとか、うん、まあもちろん、まあ、うちら4回やったんで。うん あの経験してるんですけど、まあ、木を張るだけでも大変ですよね確かにはめ板をこうやってはめていくだけでも確かに大変だったり、うん、そう壁紙を張るだけでも大変だったりするんですけど今度やるのは本当にもう、あのー、ゼロから壁を作っていくっていう作業をやっていくんですね、うんうん、どうやるんだがねでそれ結構あのモルタルとかコンクリート、はい、の、まあ、砂とかをつ使ってコンクリートプラス砂がモルタルらしいです あそうそうそう、うん、なんかそういうのも教えてくれるんですけどそのターンがねあセメントプラス砂がモルタルだ、うん、でコンクリートが砂利でしょそこにさらに砂利を足すとコンクリートらしいです、うん、そうだからそういう混ぜてなんかいろんな呼び方ができていくんですけどその壁一つとってもね、うん、あのただのまっさらな壁じゃなくていろいろ自分たちでこう見えるように作っていきたいなって思った時にやっぱゼロから作るとね時間がかかるんですけどまあ思いは込めますよっていうね話でね ちょっと楽しみにうちらも楽しみなんですけどまだちょっと作り始めてないのでちょっとまあ出来上がってうちらもねなんかやってる途中ってもうこう,こうなっちゃってるから動画撮り忘れたり写真撮りりりり忘忘れれたた写真もう完全にしてるんですよ、ねうん、だから笹がやってる時もまあ2人で同じ作業やってる時も,もちろんあるしで1人が何かを持ってて1人が何かを支えてるっていう時もあるしだからか意外と撮ってる 余白がなかったりするんですけど、うん、まあなるべくねあの進捗状況もラジオでちょいちょい出していきたいと思うんであのちょっと頑張ってねもうササには担げるものは一人で担いでいただいて<え> <laughs> まあ私が回せるときにはねあの動画回したりもうササも撮れるときにはやらなやん、ね、結構カメラマンいやいやいや意外とやってるやんあそう,なんそうだけどちょっとねワイワイの状態がよくあんまカメラ関係ないねよんくくカメラ関係ないねそ, <laughs> そう古いから。<laughs> そうねそうそれがちょっと今ネックで、うんうん、なんかその辺の環境も整えつつちょっとやっていきたいと思いますのでまあきこりの状況もしっかり我々もちょっと街中で見かけたら、うん、まあ声かけてくれる人多数なんですけれども、うん、これからも声をかけていただいて、うん、居酒屋リーンを忘れないでき、うん、こりも。 進捗状況を見ていただいて、うん、皆さんに応援していただけるお店作りをやっていきたいと思いますのでこれからも居酒屋林のハロハロチャンネル、うん、よろしくお願いいたします。ますということで今週の放送50分間を、まあ、しゃべり倒してね適当にフらフらやってきましたけど適当じゃないよ <laughs> 終わりたいと思います。 ご視聴 <laughs>、ね、どうやって渋れるかわかんなくなってるでしょ <laughs> そう最近ずっと野中さんに任せたからさ <laughs> 野中さんしかやってないそうそうご視聴ありがとうございました,ま,したまたね